2024年5月1日14時26分。
て後ろでに手を組んでいるので休憩状態、ああいう状態よくない、アレルギー関係で発生してるんだったら本当にあかんよ。仕事したらダメだって言ってんだよ。
神戸581234-0。介護の人間を送り迎えするんじゃなくて自分たちで乗り回せるで働いてる分。郵便局員がなぜか同じところに来たりできてるんですよね。なんか仕事をするときにかもしれませんけど、別にいつもボスにじゃない、何か悪いことしなかったらああいうのにならへん。
きたの。向こうにも全部車来てる。車の木の影が見にくくなってるけど、黒い車に。で、銀色の車が、6593神戸581。神戸581の85の、訂正65の93。なあかな。なあか2人ですね。シルバー、イルバー、軽自動車。はい、今の車のドーナツの中に出てきたな、あの人間ルネージケースケ関係の人間、さっきの男性誰かな、男性老人、スタジオジブリの鈴木さんだったら残念やな。後ろ姿しか見えてないか分からないけど、
Thank you.
多分乗り込んだ連中ですよね。花の渦の糸、神戸、344-1207-03。それよりさ、なのかな。あと、神戸589、カーテン327。もう二人とも運転は本当にやめといた方がいいと思うわ。事故してからやったら本当遅い。もうあの人の足引きずってよ。まあ、本当に運転なんか走ったら本当、危ないよ。
やらとああいうふうな大きな声を出したがる。乗り込む瞬間とかね、乗り込んだ後とかね。で、あの手振った男どう思います？あんなことしなくて仕事のうちに入らない。税金使ったお金、そういうことをしたらダメだって言われてダメなの。年齢だけ重ねて実力はないか、ああいうふうに。ホテルマンでもあんなことせん。もともとこちらはホテルマンで、こちらはよく知った淡いですけどね。
ああいう風に正月っぽいよ、何回も言ってくる、音出しますとかそういうようなこと、ああいう風に手叩いたりして、もう一人手前に隠れている、で手叩いていた、音が拾ってるから大丈夫、笑い方でわかる、あいつ。はい、合計3人で、まだ集まってくるじいさん、あんなに歩ける人間なんか介護なんかいらん、もともとのぞものぞスポーツ大会なんかやったやろ、経済大会で、この辺にいろんな住宅を建てて、そこを全員で使い回して、ああいう風にたまり場になった。エロ業界の人間一体何に混ざり込んどんねん、本当に悪党側の人間しかそこはかからんようになっとうぞ。これが本当の話や。